皆さんこんにちは、フルマスクです。今回は Steam でデモ版が配信されているこちらのラヤサラサミットキングダムに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらはご覧の通り山の上で王国町づくりをしていくシミュレーターゲームのようです。残念ながらデモ版では日本語対応してない形なんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。よし、来ましたね。あー、これ WASD でこう動かして、ほんと山のかなり高いところ、これが頂上ですよね。あー、でカメラズームとかもあって、で平らなところがほとんどないですね。あ、しかもこう下の方は雲に隠れてもう見えないんだ。なかなか大変な街づくりになりそう。で、あ、ここで、あ、一番低いところ、ここに橋があるんですね。ここにマーケットプレイスを建設、作ってみましょうか。おお、これ資源とか必要ないので、道を、なるほど、この橋のこっから多分人がいろいろ来るのかな。こうしてこういう感じか。はい、道ですね。ここら辺は結構サクサクいけそうですね。これがこう住民たちの家になるのかな。これも道沿いに作ればいいのか。あー、4軒分、あれすればいいんですかね。ここら辺に、じゃあ、はい。ん?あ、デモリッシュツール。これで1軒につき4人住める感じか。ということは、1、2、3、もう1軒分建てればいいのかな?ここら辺、道以外にも建てていいのか。やっぱ道以外はダメなんで、これは消して、ここら辺にも建てるか。はい。これはなんだ?あー、なんか広場ですかね。幸福値が上がる系か。あ、市民のための憩いの場かな?これもじゃあここに建てましょうか。はい。ハウスメニュー。あー、これがハウスメニューなんですね。あ、卵。ご飯が卵で、テサンパってなんだ。それもご飯。あー、で、これがアップグレードプログレス。バーが溜まると、家をアップグレードできるっぽいですね。そのための条件として、ご飯とかも満たしていけばいいのか。あ、リソースプロダクションですね。チュートリアル結構親切丁寧ですね。あー、これか。ここで鶏小屋ですかね。ここら辺に建てましょうか。はい。これも道で繋いじゃおうかな。こんな感じでやっていきましょうか。あ、なんか箱マーク出てますね。あ、これで鶏のメーター 100% だから、外に送るってこと?このマーケットへ持っていけばいいのか。あ、そういう感じなんですね。はいはいはい。あ、人が歩き始めた。マーケットに食材が運ばれて、この住民の人たちがマーケットで買ってくってことか。あー、なるほどなるほど。分かってきた。なんかこれ、建物の回転系はなさそうですね。じゃあ仕方ないんで、このまま畑とかを、この辺りに作ろうかな。畑どこに作る?あ、ここに作りましょうか。あ、でもこれだと遠いのか。ここら辺にしましょうか。で、小麦粉を作る施設も、ここに作ろうかな。横に作りましょうか。どうしよう。あ、ここに作るか。先にまた道をこう、つなげて、こんな感じにするか。まずは、小麦粉を作る場所へ持って行って、これをさらに、ヤク。ん?ヤクが見当たる。あ、ヤクがいないのか。ヤクはどこで?あ、これか。
なんか牛みたいなやつですよね。これも農家でこう育てなきゃいけないんで、ここら辺で育てましょうか。はい。あー、4頭分増えましたね。はい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 。これフォトモードも一応あんのか。あー、綺麗ですね。こんな感じなんだ。すごいすごい。フォトモードいいですね。あー、で、家をアップグレードか。あ、もうこれでアップグレードできるんですね。全部アップグレードしましょうか。住民の要求を全部満たしていくと、アップグレードできるってことですよね。おー、だいぶでかい建物。ここら辺くっつくんですね、ちゃんと。あ、で、他のエリアにこう、また橋も伸ばせるんだ。ここから伸ばしてみましょうか。こういうこと？おー、いけたいけた。で、エリア拡張できると。マーケットプレイスを次のエリアに置けってことか。また発展させろってことですよね。だからこういう感じで作って、これ今資源とかはチュートリアルモードだから必要ないってことなのかな。ここら辺にとりあえず置いてみましょうか。はい、マーケットプレイス。あ、チーズを作ると。これ焼くのあれですよね。場所はここでいいのか。これは家をきれいにしてくれる施設ってことかな。あ、こんな感じなんですね。はい。な、これをまた送って、で、チーズをこっち側。で、この人たちはどうやって、なんか普通の市民とは違う層の人かな。あ、これか。この家を建てればいいのか、今度は。もうアップグレードもいけますね。あ、レベル2を8人か。あー、なるほど、なるほど。これがちょっと足りないってこと？あー、これはもう、置いた瞬間から即、反映されてるみたいな感じなのかな。こんな感じで、もうちょっとこっち側に立ててみましょうか。こっち側だとダメそうですね。結構これ、建物を置くときの資源量とかあんま気にしなくてもいいのかな。なんかそんな感じなんですよね。今のところは。小麦粉をここ置いて、で、こうすればいいか。これをまた、この辺りに建てましょうか。で、アップグレードですね。はい。とりあえず、いけた。で、さらに、上の方にも伸ばせると、最近こっち側を拡張というかやった方が良さそうですね。ここ広いですもんね。これはこれでこう伸ばしといて、後で上に行く橋を架けましょうか。ここら辺通路にしといて、家ですね。こんな感じで、こうしときましょうか。こんな感じで立てて、こっちと同じような感じで広場とかも置いていきたいですよね。これはこれで置いて、あとは食料系も全部置いていくと。で、ここはここで新しくチーズを作ると。これを送る形ですね。ウールはまた違うところにやればいいのかな。ウールってどこ？まだやってないのか。あー、で、アップグレードもできますね。はいはい、分かってきましたね。で、家もアップグレードして、で、チーズはマーケットに送ると。はいはい。で、あとはお風呂を作って、やっ
っていけば OK かな。また、この人たちですよね。この人たちを、まあ、こういうと感じにして、ここに道を作って、やっていくか。こんな感じにして、で、お風呂場かな？これお風呂場なんですかね？こんな感じにするか。ちょっとスペースもったいない気もするんですけど。これで、アップグレードですね。はいはいはい。で、さらに、この家をここら辺に建てると。いいんじゃないですか？いい感じ、いい感じ。まあ、このバスルームもできたから、これでいいのかな？じゃあ、さらに上のエリア行ってみましょうか。あ。こういう感じ？あ、行けましたね。すごい、なんか、くるくる回ってるけど、これはなんだ？どうやって上に行くの？とりあえず、上のエリアですね。いろいろあって、今、ミドルゾーン、ここが。あー、これが一番高いゾーンか。酸素も薄くなりそうですね。ビーキーパー。なるほど、宿屋みたいな感じですかね。またそれやるためにも、いろいろと、道なり何なりを作った方がいいのか。宿屋的な感じだと思うんですけどね。はい。何か人を、あれするのか。送ってみましょうか。あ、ビーキーパーってあれか、蜂か。そっちか。養蜂家ですね。で、蜂蜜を作る感じだ。これ人は共有されてんのか、下のエリアと。これをさらに送ればいいのかな。あ、こんな遠くまで送れるんですね。あー、2箇所に送ればいいの。1箇所だけ？これで2箇所に送ることができるんですね。だから、このエリアによって生産できるものが変わってくるってことか。はい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 。なるほど。あー、で、ここになんか鉱山、銅ですね。銅がある。これを採掘する感じか。はい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 。あー、こういう感じで、あ、これでつなげるってことか。じゃあやっぱ道もこう、やればいいのかな？あー、で、ヤークが足りないから、ヤークをこの辺りでまた買い始めるか。人が足りてるかな？あ、いけましたね。あ、これでもう銅が取れ始めてると。あー、これはここか。ここに送ってインゴットにするのか。これでウールとかまたいろいろ作れるようになるってこと？このウールを、こっち側ですよね。はいはいはい。で、それを、ここに持っていけばいいのか。あ、で、アップグレード来ましたね。服の生地かな。それが来たんで、さらにアップグレードができるようになると。で、やっぱ銅をもうちょっと、取りたいとこですね。そのためにも、採掘現場を、こうして、増やすと。で、道をこっちはこっちへつなげて、やる感じですね。あー、で、また薬が必要。あれを増やすと。ここにマーケットプレイスを置いた方がいいってこと？やっぱこれ建物は資源いらないみたいですね。で、レベルアップをさらにしていくと。ああ、でも足りなくなってきたぞ。ここにも家建てたいですよね。こうして。バンバンこう家とか置いていけるんで。こうしといて。で、ここら辺も拡張できるようにしとくか。いろんな場所、
どこに何を置くかが非常に重要な感じですね。でもいろんな建物がバンバン置けるのはいいですね。資源で困ることは今のところなさそうなんで、しっかり計画さえ立てればなんとかなりそう。ねえ、やっぱこっちはこっちで小麦とか必要になってくるんで、そこら辺が若干大変ですけどね。卵をこっち側に送ると。一応こういう感じで道も作っといて、あ、ここはもう作れないのか。ミルも必要な感じですよね。まあ、この辺りに作っちゃえばいいか。はい。で、アップグレードもいけると。ここら辺のアップグレードとかもサクサクいけるんで、非常にテンポがいいですね。ああ、これウールをここ。で、これをマーケットにやる。あ、これでアップグレードいけますよね。はいはいはい。あ、お風呂はなくてもいいのか、ここは。あと7組アップグレードすればいいみたいですね。じゃあ、ここら辺もバンバンやっていくか。ここら辺にやればいいかな。あ、これやっていくと、資源が足りなくなっちゃう感じですよね、きっと。これはアップグレードできるけど、やっぱ全体的な資源が足りないんで、なるほど。もう一個必要。いろいろ足りないですね。ここら辺に置いちゃうか。あ、これで一個は OK になって、ヤクも足りなくなりそうですけどね、今度は。こうして、で、アップグレードですね。ああ、もうちょいですね。あと4件分。もう一息でアップグレードいける。ちょっと今の状態も取っとこうかな。ああ、でもすごい綺麗。まあ、こんな感じですね。すごい、そう。一番上までやりたいけど、大変そう。あとは、チーズとあれか。服、生地を作る建物を置いて、ここにウールを送ると。で、ここから送ると。あれ、アップグレードもいけますね。あと1件分。あと1件分を、まあ、ここら辺にバンと作っちゃおうかな。これでいけるか。はい、いけましたね。結構無理やりだけど。道もこれ、伸ばしとくか。これでアップグレード OK。あー、で、最後の一番高いとこですね。そこに建てろと。来ましたね。あ、こんな長い橋かけられるの？はい。おー、すごいすごいすごい。で、ここ、一番高いエリアに、この星マーク。なんだこれ。あー、なんか鳴らすやつですかね。雪が降ってきてますね。雪が積もってきたかも。はい。ヤクが必要。ヤクはでもここに、置けない気がするんですけど、置けんの？ミッシングヤク。あと4頭必要ってこと？置いちゃっていいのかな？こんな寒いところ生きてけんの、ヤクは。はい。あー、これでできたってこと？押してみましょうか。おー、だった。あー、なにこれ。鳴らしたら、それ、雪崩が起きたの。ひどい。そんな、せっかく作ったのに。飲み込まれたんですけど。鳴らしたからじゃないですか。あ、で、これで、デモ版完了なんですね。あ、でもいいですね。グラフィックも綺麗だし、もうサクサク進められますね。なんだ、製品版ではこういう感じの雪崩とかいろんな悪天候とかで、なかなかこう、こんなにサクサクとはできないのかな。
非常に面白いゲームですね。また製品版が来たらプレイしてみましょう。ということで今回は一度この辺りで終わりにしたいと思います。